優勝者には賞金30万円が贈られます。1回戦 C グループは浅田が4大会ぶりの初戦突破、スコア216の小泉がワイルドカード候補となった。続いては1回戦 D グループ、サイレントビューティー、ラワアキ。今一番ビビってます。一番ビビってます。その訳はここまでの1回戦3試合の成績にあった。若手を中心に軒並み続くハイスコア。強い若い子たちの力がやっぱメキメキと上がっていて、それをやっぱこの時にすごい感じるので、ベテランとして名和もここで負けてはいられない。最後ので諦めずに投球したいと思いますので、応援よろしくお願いします。気まぐれヴィーナス、大島由香。全シリーズは準決勝止まりと勝ちきれず結果が出せなかった大島。今回は勝つためにより緻密な戦略を練ってきた。序盤は自分の投球をまずすることで、後半で勝負どころでできるだけ点数を伸ばす、かつお二人の点数とどれだけ離れていて、どれだけ逆に近づいていて、どうすれば1位になれるのかを考えながら後半のフレームは投げるっていう、ちょっと頭脳勝負でいきたいと思います。冷静に状況を見極め、後半に勝負をかける。かわゆいポップガール、川崎由衣。全シリーズでは見事チャンピオン決定戦出場を果たした川崎。そんな川崎のトレードマークといえば、ストライク後のおにぎりポーズ。そして今回はおにぎりのウェアを作ったので、そちらのウェアできました。結構こだわりがあって、これは私のおにぎりマークとか、よく見るといろんな柄があるので、なんか面白いかなと思って、おにぎりを皆様にお見せできるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。熱戦続く B リーグシリーズ2022第1戦、この時間は1回戦 B グループの模様をお送りしてまいります。解説は丸山隆プロです。丸山さん、どうぞよろしくお願いします。いや、もうずっとね、いいゲーム続いてますね。はい、 B グループメンバーは縄明、川崎由衣、大島由香の3人となります。注目しましょう。まずは縄明の第1フレーム1投目、いきなりストライクを持ってきました縄明。さすがにベテラン分かってますね。一筆がいかに重要かというところ。まずはストライクスタートの縄です。さあ、そして川崎です。シリーズ2021ではチャンピオン決定戦まで行って3位でした。はい、その川崎、川崎もストライクで続きます。おにぎり巻きました。そしてコスチュームもね、こうやっておにぎりウェアを、あ、本当ですね、自分でデザインして作ったという、もう素敵ね、このおにぎりウェアで臨んでいます。さあ、2人続いた後の大島由香、その中でまずは、ここはセブンピンが残りました。さあ、2投目、危ないが、おお、ギリギリ本人も苦笑いといった表情の大島です。9本スペアでのスタートとなりました。さあ、第1フレームでストライクを持ってきた名は、そんな中、天秤が残りました。さあ、一方川崎、ここは厚めに入ったの、危うくスプリットになるかといったところですが、ここは8本カウントになりました。ラッキーでした。第2フレームの2投目、ここはきっちりと取っていきました。そして川崎、シリーズ2021の第3戦で優勝を飾っています。この川崎です。田中さん、はい、川崎ですが、シリーズチャンピオン戦は姫路プロ、寺下プロに全く歯が立ちませんでした。大事なところで勝てるように、今年もシリーズチャンピオン戦に出られるように、はい、自分が変わった姿を見せたいですと試合前話していました。なるほど。さあ、そして大島もストライクを持ってきました。これで
3者ともにストライクが1度出ています。まあ、このシリーズ見てみますと中盤から非常にストライクが続くことが多くなってますからね、うん、ここからですかね、はい、さあ第3フレームの1本目来た。では第1フレームに続いてのストライクとなりました縄です。自信を持っている右側のレーンっていう捉え方を縄はしてるでしょう。さあ一方川崎第3フレーム1投目、ここも持ってきた。いや、そしておにぎりポーズ。あ、この肩のところにもこのおにぎりのポーズが入ってますね。なるほど、素敵ですね本当、はい。さあ今度は大島ストライクが第2フレームで来ています。第3フレームの1投目、倒れた。そしてやったーというとこで笑顔も出ました、うん、ダブル持ってきましたね大島。さあ縄、この左側、おっとストライク。さあ縄はストライク、ダブルを持ってきました。一方第3フレームストライクが来ている川崎です。ここは欲しいでしょうね、はい、第4フレームの1投目、おっと天秤が残りました。この D グループでこのワイルドカード争い、まず1枠が決まるというところですよね。そうですね、まあ、頭の中には3人とも220点以上の点数はよぎってると思います、はい、さあダブルが来ている大島、来たトキ、かなりのハイスコアがこの D グループ期待されます。大島は3つ続けてきました。現在ワイドカード争い、寺下が236、小泉が216、 A グループの岩見が215と非常に高いスコアとなっています。さあ川崎、ここはきっちりとマークしました。この後三つどもえの大激戦。